認めました。京都地方裁判所は国の責任を認めました。一部勝訴です。京都地裁は国の責任を認めました。京都地裁は国の責任を認めました。私たちが提訴してから4年間、長い長い4年間だったと思いますが、今日判決をもらいました。判決の理由を聞いている中で、64名の原告について請求を棄却する、こういうふうに裁判長が言い渡したもんですから、そのことが胸につかえてですね、何を裁判長考えてたんだと、こういうふうにずっと思ってましたけれど、今用紙が配られて、それに添付したですね、各原告の損害の一覧表を見ますと、棄却されたのは家族のうちのですね、子供たちにまで分配した損害を父親のところに全部認めれば子供たちの分は棄却、こういうふうな、そういう問題でやられて、所帯で何にも認められなかった所帯とはどうもなさそうだと、こういうふうなことになりますので、拍手ありがとうございます。私の言ったことが間違ってたらどないしょうと思ってるんですけれど、ちょっとまた正確にはまた文章を読んでいただきたいと思います。ということを前置きにして、原告団の皆さん、それからこの長い裁判をですね、最初から最後まで献身的に支援してくれた、支援する会の皆さん、そして全国から駆けつけて、この判決言い渡しの日にですね、来ていただきました、あちこちの訴訟団、原告団の皆さん、本当にありがとうございます。改めて申し上げますけれど、私たちは本日勝利判決をこの手にがっちりと握ることができました。ここの損害はまた後で分析するとして、この判決のですね、素晴らしいところというのは、裁判長の判決読み上げの説明をですね、聞いてますと、何と言っても国の責任をですね、三度認めたということであります。三度と言っても実質的には千葉地裁の変な理由がありましたけれど、国には予見可能性はあったけれど回避可能性はないみたいな、何言ってるかわからんような千葉地裁の判決も入れるとですね、国の責任を認めたのは4度の判決なんですね。4度目になる。明日東京地裁の判決がですね、もし国の責任を明確に認めてくれたら、もはや国のですね、東電はもう当たり前のことですから、国の責任をですね、は認めるのはですね、もう何と言うんですか、動かしがたい事実となると、こういうふうに思います。私たちはそういう判決をてこにですね、これから国と東電をですね、追い込んで、最終的な、そして恒久的なですね、解決を勝ち取るために、頑張っていきたいというふうに思います。京都訴訟の原告団の皆さん、先ほど上で、新聞記者の皆さんからも、新聞記者と限らないテレビの記者もいたんですけど、散々聞かれてたようですけれども、京都訴訟はですね、原告団の皆さんの
団結がですね、素晴らしく良かったというふうに思います。辛いこともたくさんあったと思うんですけれど、舞台は、大阪高裁に、移っていくというふうなことになります。私たちももちろん原告団の人はもちろん私たち弁護団も引き続きまして、大阪高裁でもですね、判決を勝ち取っていい判決を勝ち取って、この反原発のですね戦いを全面的に勝利させるために頑張っていきたいと思います。どうぞこれからも皆さん方のご支援をよろしくお願いいたします。神方弁護団長の挨拶でした。ありがとうございました。そうしましたら田辺事務局長の方にご挨拶いただきますので、ちょっと席の方を。どうも田辺です。今日も多数の傍聴どうもありがとうございました。本当に皆さん の力強い、力強く背中を押していただいたことで、ようやくこの日を迎えることができました。内容的には残念ながら企画の方もおられますので、素直に喜べないところもあるんですが、ただやはり国の責任を、認めた、これは非常に大きなことだと思っています。私たちはやはり国が何も実施難者に対してしないことに、そのことについて非常に憤りを感じていたわけです。避難者がなぜこの裁判をしたのか、皆さんに何度もご説明しましたが、自分たちが取った選択が正しいことを認めてほしい、この1点なんですよね。そしてきちんと加害者として誠実に向き合って、加害者としてすべき支援をすべきだということをずっと求めてこられたわけです。そのための第一歩になったというふうに私は思っています。で、責任については皆さん聞いてられたと思いますが、津波のことについて予見可能であって、平成18年の末までには、規制権限を行使すべきだったということを丁寧に今日も認定、していただきました。で、こういう認定がずっとおそらく司法の場で続くだろうということを私は強く期待しています。またそうなるだろうというふうに思っています。で、もう国は裁判で、自らの責任を争うことは、素直にお辞めいただきたいと私は思っています。避難事故から7年、裁判から5年、この苦難を、避難者に押し付けてそっぽを向いていたこの国、反省をして謝罪をすべきだと私は思います。今日110名の、ほとんど実施避難者なんですが、原告に対して、賠償が認められました。総額1億1000万、決して少なくない額です。東京電力はこれまでいろいろ理屈をつけては、避難者からの賠償を跳ねつけてきたわけです。彼らが、なぜそういうことができたのか、中間指針も当然東電が受け入れる最低限のものしか、認めてこなかった、そういうものを国が勝手に作って放置して東電に突っかってやらせてたわけです、ね、東電は被害者に対して自分が認めた分しか払わないとずっと言い続けてきたんです。こんなおかしなことがあるでしょうか。私たちは絶対こういう状況をずっと放置しているその国に対しても東電に対しても強く抗議していかなければなりません。ここ、的確な手続きで皆さん避難者の全員の損害が迅速に救済されるように、こんな裁判手続きで何年も何年もまだ高裁行って最高裁行ってそこまでやると言うんですか。そんなむごいことを私たちは許しておくことはできないと思います。相次ぐ、司法の判断、厳しく国と東京電力を断罪しました。私たちはこの事実を彼らに突きつけて自ら謝罪をさせ、そして、誠実に救済をし支援をするということを彼らに約束させなければなりません。そのために弁護団は一丸となって頑張っていきたいと思います。で、今日の判決の内容ですが、今ちょうど弁護団の中で、この3階、この建物の3階で今判決書をずっと分析をしてくれています。で、内容的にはまだ私がきちんとお話しできるような状況じゃないんですが、この集会の間に3階から分析班が降りてきて、皆さんに判断の内容をきちんとご説明します。それをまず聞いていただければと思っています。私はこの判決の内容に 100% 満足できるわけではありませんが、これは大きな一歩であるということ、それから、
もうこういう無用な裁判闘争を終わらせるべき時期に来ているんだということを強く皆さんにお伝えしたいと思います。どうもありがとうございます。田村理事局長ありがとうございました。では続きまして原告です。熱気ありますね。ありがとうございます。皆さん方々から駆けつけてくれましてありがとうございます。何人も被爆しない権利を認められた裁判だと思っています。これはみんなでここにいる、もちろん弁護団、そして、私たち原告団、そして皆さんの協力なかったら、皆さんの思いがなかったら、勝ち取れなかった裁判だったと、判決だったと思っています。本当に皆さんありがとうございます。はい、棄却された世帯ももちろんちょっと残念ながらあるんですけれども、本当に避難の相当の部分では認められています。皆さんもちょっと見てください。後ろの方に書いてあるんですけれども、全世帯 の額が書いてあります。みんなに分かってないです。原告がちょっとね、今分かってなくて今わらわらやってるんですけれども、それでですね、私今先ほどちょっと会見で言わせていただいたのは、国はですね、直ちにその今断罪されたように謝罪してもらい、そして私たちとの交渉 の場を設けろと言わせていただきました。私たちには時間がありません。本当に、原発再稼働してますよね、こっちでもね。有識事態です。そんなところはもう本当に許せない。これから交渉の窓口を立ててもらい、そして、住宅問題だとか やることたくさんあります。健康問題、そして、廃炉、ね、どんどんずれ込んでますし、ね、でこれにはもちろん今来てくださってます群馬や生業の裁判、そして千葉やあとそういう裁判 の結果もあり、そして私たちをね、ここまで導いてくれました、悲しい過去 の公害裁判の事例もあってここに来ていると思っています。そして浅見裁判官、そして、松川裁判官で、もう一人秋元裁判官ですね、 の私たちと真摯に向き合ってくれた、ことに対しては彼も言ってました。協力してる、感謝してると述べてくれまして、そして真摯に相手をしたつもりだと、彼は言ってました。裁判官は言ってくれました。確かにそうだと思っています。彼らの勇気にも敬意を表したいと思っています。私たちはこれからも、二審進んでまいりますので、これからも一緒に戦っていってくれればと思います。本当に今日はありがとうございました。共同代表の萩原です。法廷の場ではすごくよく分からなくてがっかりした部分が多かったんですが、でも金額じゃないけれども、この認定額を見させていただくと、結構郡山に残っていた夫がそれなりに認められていたりとか、はい、例えば会津若松の三里町では、これ皆さんの手元にあるんですよね。ないじゃあ細かく言わない方がいいかな。はい、ないので、はい、結構それなりの金額が今までにはないことが書かれていて、みんなで頑張ってきたことがここに現れてるなって、はい、皆さんありがとうございます。世界でも結構認められているので、でも全部の原告さんではないので、そこはすごい悔しい部分ですけれども、でも県外、福島県外が認められたってことは、今まで他の判決で認められてない県が認められたっていうのがすごく嬉しいです。本当にみんな頑張って
こうやって来ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。私はこの原発事故が起きた時に自分が生きているうちにいい判決を聞けることはないのではないかというくらいに国に対して深い絶望を持っておりました。でも今日の裁判長のお話を聞いて、もしかしたらこれはいい知らせなんではないかな、福島弁がついに出てしまう、そういう希望を抱きました。もしかしたら国や東電は控訴をするかもしれませんが、やはり一番最初に私たちの声を真摯に聞いて、そしてこの判決を切れた裁判長の名前を私は心の奥深く刻んで、これからの人生を生きていきたいと思います。国も東電も私の前に来てきちんと謝ってほしいし、今までの責任をきちんと果たしてほしいと、そういうことをただ一つ願ってこの裁判に挑んできました。本当にありがとうございました。原発っていう言葉を聞くと、もう胃が痛くなるような生活をずっとしてました。今日を境に、栃木の方から来まして、栃木県だったら多分判決としてはいいものが出ないんじゃないかと思ったんですけれども、そういう覚悟で来てたんですけれども、今日は認めるっていうものをいただきましてありがとうございます。それには弁護士のベテランの弁護士さんの方々も、私の場合すごく異例な形で、これが認められなかったら今後また新たな生き方をしていこうみたいな気持ちになっていたんですけれども、これからまたまだ大きなものを抱えているので、そこら辺のことを進めて、皆さん本当にいろいろありがとうございました。本日までの皆さん、朝早くから本当にどうもありがとうございます。そうです、ちょっと立ってもらえますか。喋られる方どうも皆さん ありがとうございます。国の責任を認めるということで、素直にそこの部分は嬉しく思いました。私たち本人陣も本当にとてもよく頑張りましたので、その頑張った結果が裁判官の方にも届いた結果かなと思っております。ただ私個人的には子どもの方で棄却されている部分があるので、細かく見ないとわからないんですけれども、これからまたその大阪高裁に移っていくと思いますが、今後ともどうぞご支援の方よろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。今日はたくさんの方にお集まりいただきありがとうございます。国と最初なんか裁判の判決を聞いていてちょっとよくわからなかったんですよね。なんかいきなり棄却とか言われて、萩原さんも言ったようにで60何人の方が棄却されたとか言って、なんかちょっと暗いどんよりした気持ちになってたんですけども、川中先生のお話を聞いて、ああよかったって思いました。ただ認められてない方もいらっしゃるので、やっぱり全員 の損害をやっぱり賠償はやっぱり認めてほしいっていうのはやっぱりあります。それでこれからまた当然もで私すいません、本人尋問でこの国が法治国家であることを認めてほしいっていうことを訴えたんですけれども、京都では法治国家であることが認められたのかなと思いました。皆さんありがとうございました。
原告の高木です。今日は皆さん本当にありがとうございます。結果を聞いたときにちょっとよく意味がわからない何を言ってるのか、でも一生懸命書き留めて、大体わかるところだけをピックアップして自分で書き留めたんですけども、まあ、内容として、まあ、結構棄却とかっていうのがあって、ちょっとほっぺがふーっとくれちゃうっていうそんな感じもあったんですけども、まあ、内容を見て先生がお話しした通り、子どもは棄却だけでもその分が大人についたっていう部分では、そういうことがあって納得しましたし、ただやはり三審で、請求されて訴訟を起こしている方とか、そういう方たちのことまだ認められてない人たちもやはりいるので、そういうことを考えてやっぱりみんな一緒にっていうのがありますので、はい、もっと内容をもっと考えて見て、今後もっと対策を取っていかなければなと思いました。ただ本当に国と東電が認めたという責任があるということに関して、私はやはり自分がこの裁判に関わった理由としても、やはり福島に住んでいる人たちのことも守りたいっていう思いが一番の理由だったっていうところもあるので、そこの部分ではこの今日の判決、すごく福島の人たち、残っている人たちのためにも救済のことにつながるんではないかと思って嬉しく思いました。今後ともまたよろしくお願いいたします。高木久美子の娘のどうも初めまして、今日は皆さんにお待ち、集まっていただき本当にありがとうございます。判決の結果を聞いて私も安心したほっとした部分もあるんですけども、自分、私長女なんですけども、妹がいて、で棄却になってたんですけども、その部分で親の方にかなりの金額が言ってくれたので、良かったなと思いますし、私小学校卒業して中学の頃に京都来たんですけども、今今年で大学生になります。ありがとうございます。で、未だに変わらない状況もあると思いますが、母が私たち子供たちを守ってくれたように、今度私たちが子供たちが今度も立ち上がっていくべきだと思っていますし、親が、私たち親が、お母さんたちが守ってくれたように、今度は私たち子供たちが親を支えていく場だと思っています。本当に皆さんの思いが通じた判決だと思います。本当にありがとうございました。原告の吉野と申します。いつも我がことのように考えて集まってくださいまして、本当にありがとうございます。私も国の都電の責任は当然として、国の責任をここまで認めてくださったということには非常にありがたい判決だと思いました。ただ津波の予見可能性、あとはその監督責任ですね、があったということは、事故以降の過酷化をいかに防がなければならなかったかとか、収束作業はもちろんですが、例えば今も住まわれているたくさんの方々がいらっしゃる中で、その後の、様々な災害対策は本当にそれで良かったのかという検証にまでこれから踏み込んでいけるようになると、お住まいでね、現地で頑張っている方々のためにもつながる判決になっていくんじゃないかなというふうに、そんな期待もしたところでした。ありがとうございました。原告の阿部と申します。本日はたくさんの方お集まりいただきましてありがとうございました。裁判始めた時に、これ相手は国なんだよなと思った時に、国賠訴訟ってものの大変さってものがいかなるものかっていうのは、もうど素人の僕でもやっぱり、想像できるものがあって、かなりためらった部分はあるんですが、でもやっぱり自分がしたことは間違っちゃいないと、やっぱり子どもをなんとかしたくて、やむにやまれずやった自分の行動っていうのは、7年経った今も一点の曇りもなく間違ってないなっていうふうにやっぱり思ってますし、そういう意味で、この7年間、自分の中ですごく盛り上がったことっていうのは、原発事故子ども被災者支援法っていうのが、できた時に、これは本当にすごいなと思ったんですけど、でも政治の力で潰されてしまって、法律は誰本にされた。
あれから何か自分の中では何かこう、あ、やっぱり現実と理想っていうのは現実の方が勝っちゃうんだなっていうふうにずっと思ってきてました。でも今日の判決のこの総括を聞いた限りでは、自分の中で原発事故子ども被災者支援法以来に燃え上がる日が今日だなっていうか、そういうふうに思えるように思います。なのにまあ本当にあの国を相手に戦うっていうのは本当大変なことなので、とても我々原告だけではできません。弁護士の先生方や支援者の方と三位一体となってやっていかないと乗り切れないものだということを改めてやっぱり自分自身も今日肝に刻んでですね、皆さんにまたこれからもご支援お願いしたいと思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。今日は本当にありがとうございます。原告の小山と申します。皆さん本当にありがとうございました。今あの安倍さんおっしゃってくれた通りなんですけれども、国と東京電力という巨大な相手に対して戦いをしなければいけないということですよね。あの私たちの力だけではとても足りないですし、あの弁護士の方々の力だけでも足りないですし、あの本当に支援いただいている皆さんの力、たくさんの力が集まれば集まるほど力になって相手を超える力を作っていかないと勝てないと、思います。これまで本当に、我がことのように思って、駆けつけてくださってありがとうございます。これからもまだ続くと思いますので、これからもより一層またお願いしたいと思います。ありがとうございました。原告の鈴木と言います。まずはここまで、来れてほっとしているというのが正直な気持ちです。京都に、避難して、その当初妻のお腹にいた子供は今日卒園式で、卒園式は行けなかったんですけども、そういう長い年月が過ぎたんだなとつくづく思うところで、裁判の時には、支援者の会の方には子供を見ていただいたりと本当に感謝する気持ちでいっぱいになっております。これから舞台は大阪になるかとは思うんですけども、これから皆さんの力が本当に必要ですので、これからも本当によろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆さん今日の判決の日を迎えられて本当に感慨深いです。今日の日を迎えられたのは、ここにいらっしゃる原告の皆さん一人一人の力と、弁護団の先生の先生方一人一人のお力と、支援者皆さん、支援者の方々の応援と皆さんの力、一緒になってやっと今日の判決を迎えられたと思っています。本当に心から感謝しております。そして国と東電の責任が認められたということで、絶対に責任を取ってもらいたいと思います。それは避難者はもちろん、汚染地に今も暮らしていらっしゃる方々、原発事故、福島原発事故、すべての被害者に対して国と東電は責任を取っていただきたいと思います。皆さんこれからもどうぞ応援、そして全国にある30の訴訟、1万人を超える原告の方々、皆さんとつながって、そして国と東電に責任を取ってもらいたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。皆さん今日までありがとうございました。私はこれは集団損害賠償の訴訟ですけども、震災後の国と福島県の対応にとても疑問があって、少しでも子どもたちが安心して暮らせるような国になってほしいと思って参加しました。こうして、勝利したことによってもっと関心を持ってくれる人が増えて、子どもが安心して暮らせるような国になることを願ってます。原告の斉藤です。皆さん本当に今まで応援ありがとうございます。
本当にあの当時のことから蘇ってきてしまって、もうあのゆきちゃんの話を聞いてもう泣いてしまったんですが、子供らがこんなにやってんのに何やってんだと思って、この国が。だからもうあの時あの5月に文部科学省行って20ミリシーベルトとでっかい交渉行って、いろんな報道の人たちに囲まれて何が起きてるんだって思ったんですけど、あ、自分見てた情報は正しかったんだなっては本当に思っています。あれから私の生活が一変してしまって、京都に来るようになっちゃったんですけども、いろんなところで訴訟を起こしていて、みんなこうやって同じように頑張っているので、本当にあのこれ応援してくれる人も原告なので本当にそのつもりで、また今後とも引き続き応援よろしくお願いします。どうもありがとうございます。本日は集まっていただいてありがとうございました。すいません、母が人参もネタを支えていた時に、なんで被害者なのにこんな加害者みたいなことさせられるんだろうってすごい思ってて、でこの話を聞くのもすごく辛くって、その原発の問題とかに関わるのがもうすごくこう下げてたんですけど、あの子供たちを守るためにあの避難してくれたお父さんとかお母さんとか本当にありがとうございます。でも原発の問題じゃなくて、その今の政権のこととか、あのいろんな問題があることも全部そうだと思うんですけど、権力とか金とか地位とか名誉とか、そういうことをこう守ろうとして命をないがしろにしてる大人がすごくなんかありえないというか信じられないし、私は許せなくって、あの訴訟が始まった時まだ高校生だったんですけど、今年あの成人してちゃんとした子、一人の大人としてこれからも、ま、頑張りすぎず向き合っていけたらいいなと思います。本当にありがとうございました。母です。今日の判決私も聞いてて、あのちんぷんかんぷんだったんですけれども、本当に子供の中で分かったのは、まあ、全部認めてもらえなかったのは本当に残念だったですけど、あの浅野裁判官の口から子供と妊婦があの特別に考えられてたっていうことが分かった時に、本当に良かったなと思いました。そしてここまで心も折れそうになった時何回もありますけども、こうやって今日の日迎えることができたのは、今ここに集まってくださってる方々、今日来れなかった方々、そして原告もあのここに集まってる人だけじゃなくて、福島に帰った人、もう全国に散らされちゃった人たちの心一つにしてきたから来れたんだなっていうふうに思ったのと、何より今日の話聞いててもちんぷんかんぷんな、本当に私たちに分かるように、どれほどどうしてくださったか、この、 あの弁護団の先生たちに心から感謝を申し上げたいと思います。避難することが認められたっていうのは本当に大きいことです。避難する前、避難してから、子供らも元気なくなったりして、何回もこの避難したものが間違ってんじゃないかって、夫は自分のこと責めてました、私も責めてました。だけどももう今日私は島根に京都から移ったんですけど、島根に帰ったらお父さんに、もう今日から自分のこと責めなくていいからねってはっきり伝えたいと思います。
こんなに悪いことしといて誰も悪い人がいないって、そんな異常なことをいつまで続けるんだろうって私は思ってましたけど、これから先に続く裁判、そしてもうこの世から原発なんていうエネルギーに人が頼んない、そういう生き方をしたいってみんなの心に本当に種がまかれたと思います。その種を育てていきたいっていうふうに今日は思いました。でもまあ今日で終わりではないので、これからも私たちの裁判だけじゃなくって、これから続く裁判も心を合わせて応援していってほしいっていうふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。原告の本田です。皆さんいつもご支援ありがとうございます。私震災当時21歳ですね、結婚して子供が1歳ちょっとでした。でお腹の中に次男がいまして、でそんな中原発事故が起こりまして、私の思いはずっと一生福島で子育てをしていくという思いでいっぱいだったんですけども、放射能というわけのわからないものが増えてきたせいでどうしようか考えた末に京都の方に避難してまいりまして、で京都で次男を出産いたしまして、でちょうどその子が来週ですかね、来週卒園式を迎えることになりました気づけば私ももう28といういやでも子供の成長は早いなと思いながら、でも上の子はもう1歳ちょっとからもう8歳になって、もう2人と も京都弁をバリバリ話すので逆に福島弁が話せなくてもよかったなと、私は学校の裁判に求めてたことっていうのは賠償云々ではなくて、福島で子育てをできなくなったことに対する責任を負ってほしいなと思う。私は福島で子育てをできなくなったことに対してすごいとても残念に思ったというか、すごい失望感に襲われて、で私自身一人で避難することを決断して、でそこから精神的にちょっとうつ病にかかりまして、でそれもあったので、やっぱり全部含めてやっぱり東電と国に対して責任は認めてほしいなと、そういった意味では今日の判決はすごい嬉しい判決だったかなと思います。これから多分まだ高裁に続くと思いますけども、皆さんこれからもよろしくお願いします。そして共同代表の福島さん、萩原さん、あと弁護団皆様本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。皆さん、今日は皆様の貴重なお時間を割いて私たちのためにこうやって来てくれて本当にありがとうございます。感謝いたします。うちの場合は夫は避難の相当性が認められず、私は一部認められました。一部認められたのは弁護士の先生や支援してくださる皆様で、こうやって今日毎回足を運んでくださる皆様のおかげだと思います。それでちょっと期限が24年4月1日までたったの1年間に区切られたということもちょっと疑問視しますけれども、国と東電がその責任を認めたということは大きな第一歩だと思います。これからも国や東電は素直に
自分たちのした過失を認めて、原発を一日でも早くなくして、壊れた機械を未だに7年になっても直せないでいるんですよ。こういう危ない、本当に機械が作るべき問題じゃありません。そしてああいう除染されたフレコンパックもあっちこっちに置いて穴が開いて、そこから草が出て放射能がいっぱい未だに出ています。ですので人間の命はたった一つしかないんです。ですからもう本当に人間の体っていうのは自然に対応してるんですから、もう一番危険な目に見えない原発は早くなくして自然エネルギーに変えていただきたいと思います。これからも皆さん、私たちは一生懸命頑張っていきますから、どうぞお力をお貸しください。皆さん、弁護士の先生、皆さん、支援者の皆さん、どうもありがとうございます。心から感謝いたします。ありがとうございました。素直にこの今回の裁判の結果で避難の権利を認められたことが本当に素直に嬉しく思っております。ありがとうございます。で、国や東電に対して裁判を起こすっていうことに非常に恐れを感じていました。日常生活を普通に送って送るのも大変で、その中で裁判をやっていくっていうのは本当に辛いものでした。弁護団の先生とか支援してくださる方たちの力になってここまでやってこれました。ありがとうございます。原発事故で被害に遭った子どもたちの未来を守れるように、この結果を力にまた頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。杉山と申します。福島県いわき市から自主避難で京都に来てるんですけど、自主避難するにあたって子供を守るためにしたんですけど、やっぱり結局正直不安だらけでした。生活面でも何でも、原発によって人生設計が狂ったといいますかね、楽しみだった息子の長男のサッカー応援とかもできなくなったし、ちょうど長女も受験のシーズンだったんで、知らない土地での受験とかも大変でしたし、あと下の子が3歳でこっち来たんですけど、やっぱり人生設計狂わされたことが一番ショックでした。で、今日の判決結果出るまで自主避難なので不安です。すごく結果が国と東電相手なので認められないんじゃないかっていうのが大きかったんですけど、今日の結果は、子どもは棄却になってしまったんですけど、少しほっとした感じです。弁護士の皆さんや一人一人のみんなの力や、あと支援者の皆さんのおかげでここまで来れたと思ってます。これからもよろしくお願いします。井原と言います。今日はこんなに、多くの方々集まっていただきまして、ご支援ありがとうございます。私たちが避難したことが間違ってなかったということを認められたということはとても良かったと思います。これは京都だけではなく全国的に何万人も避難していることなので、いい影響を与えてほしいと思います。また建国の私たちはこの京都で訴訟を起こしました。こちらに避難してどれだけお世話になったか、皆さんに受け入れていただいたか、そして弁護団の先生たちがきめ細かく私たちを導いてくださったか、
見守ってくださったか、そして、京都市民の支援の方々が今日もここにたくさんいらっしゃるように熱く応援してくださいました。そして、ここに入りきれない方たちが今日は外にも並んでくださったんです。本当に私たちは京都でこのように仲間と、そして代表の尽力と弁護団の先生たちと支援の皆様と今日迎えることができたことを非常に誇りに思っております。感謝をしております。本当にありがとうございました。今日もよろしくお願い申し上げます。いつもいつも本当に皆様ありがとうございます。私は宮城県仙台市から避難してたんですけど、ほとんどの原告の方多分認められたんですけど、私は何も認められなかったんです。で、避難の権利も認められなかったんです。仙台市でも汚染が薄くても土壌は汚染されてるし、関東からの避難者もたくさんいるんです。同じぐらいの汚染の、同じように母子で避難してきて、今日はすごいやっぱりなっていう気持ちなんですけど、でもかなり悔しいです。はい、でもそうですね、やっぱり国と東電の責任が認められたことはすごい良かった、本当に良かったと思います。そうですね、これからもまだ続くので、汚染が薄くても仙台市も80キロしか離れてない、そんな怖いところで子育てしたくないって思うのは母親だったら当然だと思うので、ありがとうございます。なのでやっぱ避難の権利はその当事者が決めていいと思うんです。汚染されたものが回収できないわけですから、なのでまだまだ頑張っていかなきゃいけないんだなっていうふうに思いました。で、本当にでも弁護団の先生方とあと共同代表のお二人、本当にもう今まで5年間も大変だったと思う、まだまだ続きますけど本当にありがとうございました。もう皆さんもありがとうございました。皆さんありがとうございます。私より目上の方が多い、私は当時、まだ未成年でして、でそこから京都に来たんですけれども、法律のことですとか理工学、放射能の科学について専門的な知識はなくても、広島、長崎、チェルノブイリと、日本、世界の中で放射能の大災害が起きてきた、起こしてきた大人の世代、日本の社会に対してすごく絶望して過ごしてきました。しかし、今日こうして目上の皆さんと、集まっている仲間の皆さんと、この日を迎えることができて、とても心強いなと思っております。今日裁判官の方からも、住民の生命、身体、財産等という言葉が出てきましたが、放射能の、事故を経験し、原爆ドームなどの、文化遺産、被爆の経験を持つ、文化遺産を持つ日本で生きる一人として、これから私も自覚を持って過ごしていきたいと思っておりますので、これからも皆さんどうぞよろしくお願いいたします。今日はお忙しい中本当にありがとうございます。平成23年の3月の28日に娘と
全く歩けない車椅子のおばあちゃんを連れて京都に来ました。あの日、あの時、福島に住んでいて自分たちは被爆しているのではないか、近い将来がんになって死んでしまうのではないか、自分は普通に結婚して普通に子供を産んでもいいのと娘に聞かれた時に、親として何も答えてあげることができませんでした。これで本当にいいんだろうか。何万人も避難しなければならない事故が起きたのに、なかったことにされてしまうのではないか。そう思うと、子どもたちのために何かしなければならないという思いから訴えさせていただきました。この7年間本当に大変でした。しかし、皆様のおかげで今日この日を迎えることができました。皆様のご支援に本当に感謝しています。ありがとうございました。全国の皆様ありがとうございました。